アメリカネタです。私の好みの話なんですけど、コーヒーで言えばアメリカンが好き薄いやつですね。でウイスキー、僕ウイスキー派なんですけど、あまり飲まないイメージあるかもしれない。ウイスキー派なんですけど、いつもジャック・ダニエルって、アメリカンのねバーボンなんですけど、それ好きなんで、まあアメリカ派みたいな。で音楽もね、エヴァリブラザーズにしろ、まあ、ロックンロールにしろね、チャック・ベリーも好きだし、アメリカ・カブレン、アメリカ・カブレンね、カブレンな人ですね。音楽関係でいうと本当にアメリカ結構好きなんですよ。でね、アメリカンドッグアメリカンドッグね大好きなんですよね。フレンチドッグ、フレンチドッグってご存知です？フレンチドッグ知らない？わかります。そうそうそう、ソーセージがね魚肉になってると、魚肉ソーセージだとフレンチドッグって言ったりするっていうのが、まあ一応通説ですね。はい、っていうかね、私ケチャップ好きなんですよ。ケチャップ好きで、まあ、この間マクドナルド行った時もね、なんかよくわかんないんですけど、僕の顔見たらね、ポテト屋にケチャップをくれたみたいなそんなこと、いやそんな嘘ですけど、なんか聞き間違えたんだと思うんですけど、ちょっとまあ、店員にちょっと話しかけたら、なぜかケチャップをくれたっていう、常連というわけでは、常連で毎回ケチャップをもらうっていうわけではないんですけど、まあなぜかくれた、なんか悟ったんでしょうね。こいつはケチャップが好きだ、ケチャップをくれと言っているみたいな、顔がケチャップをくれと言っているみたいな、まあ、そんなわけですね。はい、で、まあ、次の曲としてはその、はい、アメリカンドッグ、フレンチドッグときてバードドッグっていう曲をやります。はい、どう、うまくさん1枚いけるあ、ちょっと厳しいな、厳しい、あ、今日はちょっとダメですかね、そのうち、まあ、またね。